航空母警2隻。一番艦は1939年度の4計画で、計画された、航空母艦随伴用の4000トン型給油艦、または、小型気発油運搬艦である。中型空母2隻に航空機用ガソリンを給油できる、能力を持たせ、爆弾、魚雷、弾丸、両食、真水も補給できた。大倉省への説明では、 平時の陸上の航空基地などへの燃料輸送にも必要となると説明している。計画番号は J29。計画は中型軽質運搬艦により先になり、当初計画では軽質油船 KL、重油船トン、爆弾などを搭載し、ボイラーは石炭根性手機はタービン2台の予定だった。その後の計画変更で、 軽質油搭載量が増やされ重油補給は断念、機関もディーゼルに変更となって足ずり型と似た缶型になり、搭載量は足ずり型の半分程度となった。缶型はセンシュ手ー型でセンシュ手ー後端に環境を設け、その後方に全部マストを設置した。全部マスト後部の甲板上に防原物として使用する。 浮き船を2個搭載し、その上げ下ろしのために、全部マストも頑丈な三脚マストとして20トンの大型クレーンが装備された。また後部に、門型のデリックポストを設置し、爆弾などの搭載のための5トンデリック1機が装備された。兵装は、艦の前後に12センチメートル単装広角砲を1機ずつ、25ミリメートル連装機銃を艦の中央部、 上か前の左右に一機ずつ装備した。機銃は増備されたのではないかという意見もある。実際のスノサキの搭載量は以下の通りだった。前述の4計画により、スノサキ一隻が建造され1943年に竣工した。1940年度のマルリン計画で4隻の追加建造が決定したが実際に竣工したのは、 高崎一隻のみで、残り三隻は建造中止となった。竣工後は、警質輸輸送に従事し、計画されていた、機動部隊への随伴は最後までなかった。ABCD 日本海軍特務艦戦士、P25。a b 昭和像戦士1ピアニッシも794から795。ABCDEFGHIJKLMNO。 特務官一般計画要領書付現状調査2ページ。海軍造船技術概要 P888ABC 特務官一般計画要領書付現状調査24ページ。特務官一般計画要領書付現状調査27ページ。AB 特務官一般計画要領書付現状調査33ページ。 特務官一般計画要領書付現状調査30ページ。AB 特務官一般計画要領書付現状調査5ページ。AB 海軍造船技術概要 P886。AB 選手総書三31海軍軍船備1。ピアニッシモ549,556。ABCD 写真日本の軍艦第13艦 P25 海軍造船技術外用 P887 海軍造船技術外用ピアニッシも888から889連合艦隊軍艦命名伝によると高須市の説が沖西の島の高崎花浅井正秀の説が日本海軍軍艦船名校で津島の高崎花によるとしている連合艦隊軍艦命名伝による ありがとうございます。